1930年代前半、航空技術の発展はまさに日進月歩であった。そんな中、双発重戦闘機というアイデアが世界中でビッグウェーブとなる。エンジンを2つ積んだ中型機に重武装を施すという構想である。例えば、ある馬力のエンジンを1機搭載した単発戦闘機の機体重量を1とした場合、双発戦闘機の機体重量を2以下に抑えれば、単発戦闘機よりも双発戦闘機の方が速度、パワー、航続距離で良好となるという単純な理屈である。さらに、双発重戦闘機は機体が大柄な分、様々な用途に使える可能性があり、爆弾を搭載すれば爆撃機に、スピードを生かせば偵察機としても使えるなどなど、まさに新時代の航空機として大いに期待されていたのである。月光誕生のきっかけは、こうした世界の双発戦闘機ブームと、何より日中戦争の途洋爆撃の失敗にあった。当時の日本は、というか世界は、戦闘機の追撃を許さない、高速飛行能力を持った攻撃機さえあれば護衛など不要という戦闘機無用論が幅を利かせており、この途洋爆撃も護衛戦闘機なしの96陸上攻撃機20機のみで実行された。日本から中国までの往復を護衛できる超高速戦闘機がなかったからということもあるが、実際に蓋を開けてみると、中国軍の戦闘機からの攻撃や陸上の防空施設からの対空砲火を受け、わずか3日の攻撃で計12機の96陸上攻撃機が不時着大破、搭乗員65名が戦死するというかなりの被害を受けてしまった。そこで大陸に展開していた部隊から途洋爆撃隊の前衛として、あるいは護衛として、自らもチョーク対応を超えることができて、しかも敵地に着いたら襲いかかる敵戦闘機群を蹴散らせる飛行機、つまりは爆撃機の長距離爆撃任務に随伴して護衛ができる戦闘機を作ってくれとの要望が届く。こうして13式双発陸戦の開発がスタートするわけであるが、その要求は最大速度は毎時 520km 以上で、冷戦よりも毎時 18km も速い、航続距離は 3700km で冷戦より3割大きい、空戦性能は冷戦と同等とする、後方兵装や通信兵装は陸航とほぼ同等とするという、誠に欲張ったものであった。簡単に言えば、冷戦と同じスペックで通信とか偵察もできる双発機を作れとの要求である。本来航空機の装備や性能はこちらを立てればあちらが立たずというように、相反する多くの要素のバランスをどのように調整妥協するかが設計の鍵となる。しかし、この13式双発陸戦の場合は、あちらもこちらも全て実現しようと欲張りすぎた設計であった。結論から言えば、この13式双発陸戦は双発戦闘機としてはついに大成しなかった。1941年2月には試作第1号機がなんとか完成するも、やはり運動性能、この1点だけが必要水準まで持っていくことができなかった。速度や航続力はほぼ要求通りではあったものの、双発機は必然と大きくなるため運動性能がどうしようもなかった。結局、戦闘機としては使えない、敵戦闘機と遭遇すれば必ず落とされてしまう、相手が中国軍ならまだしもアメリカの戦闘機相手に勝てるはずがないと判定されてしまった。何よりその頃の海軍には、重爆に随伴できるほどの航続距離を持った世界トップクラスの冷戦が完成していた。先ほど航空機の装備や性能はこちらを立てればあちらが立たずと言ったが、冷戦は航続距離と格闘性能を両立させるというないものねだりを形にした当時の常識では考えられない戦闘機だった。もはや13式双戦に活躍の場はなかったのである。とはいえ、機体そのものを没にしてしまうにはもったいない。13式双戦は航空機としては速く、運動性も双発機にしてはよく、航続距離も長い戦闘機としては期待外れであったが、優れた機体であることには変わりなかった。そこで13式双戦は新たに偵察機に生まれ変わることになり、錦陸上偵察機として正式採用されることとなる。とはいえ、この錦陸上偵察機に関する華々しいエピソードは残っていない。こうして格納庫で誇りをかぶっていた錦陸上偵察機であるが、太平米戦争が始まるとある転機が訪れる。日米の航空部隊が激突していた1942年のソロモン方面では、アメリカ軍の B-17 や B-24 といった大型爆撃機をいかに迎撃するかが問題になっていた。昼間なら冷戦が上がって撃ち落とすことができるが、夜となればもう処置なしである。この夜間攻撃に現れるアメリカ軍の B-17 をなんとか落としてやろうと対抗策を考案したのが小園康奈大佐である。彼はあるアイデアを思いつく。偵察用に配備されていた錦陸上偵察機の航跡を改造し、20ミリ機銃を斜め前方30度に固定して設置しようというものである。つまり偵察機の背中から斜め前方に向けて撃てるようにしたわけだ。このような機銃の配置は斜め銃と呼ばれ、古くは第一次大戦中にも見られた戦法である。通常
前に機銃を備えた戦闘機は大型の爆撃機に対して背後から攻撃するか、前方あるいは上方から一気に突進して攻撃するのが一般的である。しかし後方から攻撃する方法は敵の投影面積が小さくて撃ちにくい。前方や上方からのアプローチでは射撃のチャンスが一瞬しかない。だが斜め銃を使って敵の斜め後方下から撃てば、狙うべき敵の投影面積は大きいし、また同じ方向に飛んでいるため射撃可能時間は長い。何より敵の死角に入りやすい。さらに夜間戦闘であれば下にいる方が姿を隠しやすく、逆に敵機は月で明るい空を背景に輪郭が彼となるため見えやすいのである。こうして改造された2式陸上偵察機はなんと初戦でいきなり2機の B17 を撃墜して、その有用性を身をもって実証したのである。この成功によって2式陸上偵察機のあるべき姿は夜間戦闘機であると確信した小園は内地に飛んで帰り、2式陸上偵察機を夜間戦闘機にするというプランを各方面に説いて回った。その結果ついに2式陸上偵察機を野戦用として斜め銃を装備せるものを兵器に採用し、それを月光11型と呼称すとの通達によって、二式陸上偵察機は夜間戦闘機月光としてカムバックしたのである。月光が最も活躍したのは本土防空戦においてである。アメリカ軍は日本本土爆撃のため B29 スーパーフォートレスを送り込んできた。新鋭重爆撃機 B29 は巡航速度が時速 500km 台と予想され、月光ではたとえ夜間であってもとても太刀打ちできないと思われていた。だがいざ B29 の夜間攻撃が開始されると、月光は意外なほどに活躍した。中でも月光を操り計16機もの撃墜撃破の記録を打ち立てたのが遠藤幸男中佐である。実は彼の予科練時代の教官が月光の生みの親小園康奈であった。遠藤は小園の人柄に心酔していたようで、細かいことまでよく面倒を見てくれたという。そんな遠藤を小園も厚く信頼しており、本土防空のために作られた第302海軍航空隊の分隊長に遠藤を就かせたのも小園である。月光に乗り込んだ遠藤は年々と B29 をなぎ倒し、 B29 撃墜王と呼ばれるようになり、その名を全国に知らしめた。B29 の爆撃によって家を焼かれた国民にとっても、新聞で派手に報道される遠藤の活躍は数少ない救いとなったことだろう。全国の老若男女から遠藤宛てのファンレターが厚木基地に殺到した。遠藤はその性格からか、届いたファンレター全てに返事を書いていたが、さすがに数が増える一方で、最後はとても返信できる量ではなくなってしまった。ある日、遠藤は届いた小学生の手紙を読んで、坊や、許しておくれね。おじさんは忙しくって、とても返事を書く暇がない。返事は出せないが B 校を落とすことが、おじさんの返事と思ってください。とつぶやいたという。1945年1月14日、月光に乗り込んだ遠藤は、名古屋に飛来した B29 を迎撃、1機を撃墜し、1機を撃破したものの、遠藤機も被弾してしまう。遠藤は炎上する月光を操縦しながら、人口が少ない渥美半島まで飛ばしてから脱出を試みたが、脱出高度が足らず、戦死を遂げた。享年29であった。アメリカ軍は焼夷弾爆撃の命中精度を高めるため B29 を低空で運用しており、まさに月光のカモであった。横須賀航空隊の黒鳥四郎少尉が一晩でなんと5機の B29 を撃墜したという話は有名であろう。とはいえこれは低空での夜間爆撃に限った話で、 B29 に高度7000メートル以上を飛ばれてはどうしようもなかった。何しろ平行飛行をしようにも B29 の方が速いから追いすがるだけで精一杯であった。さらにアメリカ軍は用途を陥落させると B29 に P51 という護衛戦闘機をつけてきた。これによって月光はお役御免、 B29 による大都市爆撃が一方的に行われ、ついに東京を守りきることはできなかった。未来から来た飛行機なんて言われる B29 に対して月光はそれなりの有効な戦闘機であったことは確かであろうが、正直日本本土上空の高高度を飛行する B29 に対しては月光では明らかに全ての面において性能不足であった。どんな飛行機であれ、いろいろな変化や改造はある程度ある。しかし月光ほど数奇な運命のもとに性格を変えていった飛行機は少ないであろう。双発重戦闘機として新時代の兵器という機体のもと誕生したものの、やがて偵察機に改造され、最終的には夜間戦闘機として B29 という巨大な敵と戦うこととなった。このように紆余曲折を経てようやく月の光を得ることとなった月光、その生涯は常に新たな使命を背負い戦場を駆け抜けてきた波乱の連続であった。